い、こんにちは、こんばんは、おはようございます。まみチャンネルのお時間でございます。今日はバルキリーコネクトをやっていきたいと思います。バルコネなんですが、1周年記念ということで、今日はキャラ紹介をしていきたいと思います。どどんはい、キャラ紹介なんですが、まあ、バルコネやっぱりすごい素敵なキャラがいっぱい溢れているので、そのキャラたちの魅力をお伝えできればなと思ってキャラ紹介をしていきたいと思います。はい、では早速まずはこちらの方から。はい、さくらちゃんです。おんか先生の前ということで、いつも言ってますが、大和国のみこさんで、この間のイベントが和国イベだったんですけど、ここでね、出てきましたよね。ピンクで可愛くて天然なところが素敵だなと思ってます。性能としてはね、中距離で眠り攻撃をしてくるのがいいかなと思います。やっぱ状態異常つけれるのはいいですね。ただ眠りはね、攻撃を受けるとちょっと解除されちゃうんで、そこがあれなんですけど、でもさくらちゃんに合った、なんだろう、状態異常でね、天然だし、なんか眠りに誘いそうな感じがするので、そこら辺が素敵だなと思います。なんかそのキャラにも合った、なんだろうね、状態異常攻撃だったりね、属性攻撃だったりしてくるので、そこもバルコネの魅力ですよね。というわけで続いてがルフちゃん。見た目通り妖精さんなんですけども、可愛いですよね。でもね、何よりまあやっぱ、可愛いんですけど、もうとにかく強いんですね。魔法物理反射バリアを張ってくるので、もうこれが最高に使えます。アリーナでは絶対必ず入れますし、アリーナに限らずどんなところでも重宝するので、もう本当にルフレット様には本当に助けてもらってます。はい、続いてポズくん。はい、なんか見た目通りすごい穏やかな感じなんですけど、まあもうそのまんまの性格ですね。お兄ちゃんがこういう穏やかな人だと、なんかいい兄弟だなと思いますよね。はい、で火以外の耐性がまあまああるので、火にはめっぽい弱いんですが、まあ耐性が結構火以外はいいので、そこがいいのかなと思ってます。はい、続いてシエナさん。盗賊ですね。なんかもう外見通り、もう強そうなんですが、エルフの盗賊の娘さんで、まあ盗賊というだけあって素早さが高くて、アクションスキルはヒットポイントが最も低い敵を狙い撃ちするというものです。まあね、この性能は敵を減らすのにすごい良いので、私は好きですね。あとね、そのストーリーのところ読むとね、人の優しさや愛情を知らずに育ち、力と金が全てだと考えているなんかこういう子になんか愛を教えてあげたいみたいな、そんな気分になれますね。はい、続いてメレちゃん。はい、メレちゃんはもうこんな音符とかね、待っててね、すごい可愛いんですけど、実は破滅的に恩師というしかも本人に自覚なし、天然なのかなみたいな、ね、感じですね。無邪気な感じでいいですね。アクションスキルで神神獣に沈黙を与えられるんで、相手のスキル沈黙だと使えなくなるので、そこがいいかなと思います。はい、続いてフルミリエさんです。彼はですね、コネクトバトルで手に入るキャラなので、ガチャとかでは出ません。で、物理防御とヒットポイントが高いので壁としてすごい優秀。アクションスキルで地上の敵に麻痺を与えるので、そこがすごいいいので、このコネクトが降臨した際は皆さん絶対ぜひゲットしてほしいなと思ってます。はい、続いてスクルノさん。はい、もう彼女はもうバルコネのストーリーに最初から関わるメインポジションなんですけど、ラグナロクから世界を救うために、ね、主人公、まあ自分なんですけど、一緒に行動を共にしてくれてます、ね、とっても良い子ですね。はい、アクションスキルで全体攻撃で味方の回復をするのは彼女だけなんで、なんかとても貴重な存在です。で、リミバもフィンブルで、フィンブルのキャラで使える子が多いので、すごい相性いい子がたくさんいるので、スクルトは使い勝手がすごいいいですね。まあフィンブル超個人的に好きなんで、やっぱカノンちゃんが好きなんでカノンちゃんがフィンブルっていうのもあるんですけど、フィンブル推しですね、リビーバー。はい、そして
シグルズか、はい、勇者シグルズ、チュートリアルからいてくれる初期キャラで、まあシグルズさんはね、まあ最初からいてくれないとっていうぐらい、北欧神話では英雄なんでね、はい、まあバルコネは北欧神話を元にストーリーが展開されてますし、シグルズくんがチュートリアルに使われるの必然だったのかなと思うんですけど、火属性耐性に優れてますね。巨人に対して 20% ダメージアップの威力を発揮するアクションスキルを持ってるので、まあそんな感じのキャラです。はい、続いてガルムくん、ヘル様のね、館を守る番犬さんなんですけど、なんこんなね、可愛い顔して、実はすごいと思うなんですよ。本当強いんですよ。いつも吠えてて可愛いです。で、ハロウィンにもね、ハロウィンガルムさんが出てきていたのでね、なんか、こう、いろいろ可愛く、なんだろうな、いろんな展開が見込めるので、ガルムくんはいいですよね。なんか、マスコットキャラみたいな感じがして。ヘルと一緒で闇の攻撃をしてくれます。はい、続いてソアラ。エルフの森のお騒がせの兄弟の姉ということで、悪霊性格で誰とでもすぐ仲良くなる。はい、エルフの女の子は耳がとんがってて可愛いですね、本当にね、うん、光物理攻撃で光耐性が高い女の子です。はい、続いて黒ザクさん、はい、この格好をしてますが元は人間さんだったみたいです。お調子者の性格がね、ストーリーとかで出てくるとちょっといいなって思うんですが、はい、イミウバーがサウザンなんで、そこが使い勝手がいいですね。サウザンもほんとモミジもランコもトールも持ってるので相性がいいですね。はい、続いてアルビースさんです。ドワーフの賢者でランダムな敵に闇の魔法攻撃を与えるアクションスキル持ってます。イミバーはマギアカタラクト、ロキ様とか、マチスさんと一緒のイミバーですね。はい、かわいい。ドワーフいいよね。ちっちゃくてかわいくてね。なんか、クロマ同士みたいな感じがして、いいね。はい、続いて、ベルタさん。はい、この子もね、シグルズ同様、最初のチュートリアルから手に入ります。はい。エルフ族で遠距離の弓を構えて、凛々しい姿が、美しい方なんですが、きっと光属性の耐性が高いので、でまあ、水も高いですね。なのでなかなか使える場面も増えるのでいいですよね。でも元は1ポイント低い敵一体に威力 240% キープ水ダメージということで、私は1ポイントの低い敵を狙うのが結構好きなのでこの子好きです。はい、で最後がコロナちゃんです。はい、ドワーフの女の子です。でも彼女はね、商人とかでも結構出てくるので皆さんの中でも馴染み深いんじゃないかなと思うんですが、こんな小さい体でいろんなね、製造修理をこなす、販売もこなすっていう、なんて言うんでしょうね、もう万能なエルフの女の子ございます。はい、またね、リミバガーフィンブルなのか。はい、以上です。はい、そんな感じでキャラ紹介でした。他にもね、いろんなね、可愛いキャラとか、かっこいいキャラとか、渋いキャラとか、いろんなね、魅力を持ったキャラクターがいるので、私もまだ紹介しますし、ルルシちゃんやチューニーちゃんもいろんな別のね、キャラをね、紹介しているので、そちらの方もよかったらご覧ください。はい、というわけで今日のコーディネート、今日のコーデは、大きめの T シャツをゆるっと着てみました。はい。イラストもね、結構、なんか、可愛い感じでね、はい、家着っていう感じのスタイルにしてみました。はい、よかったら YouTube のチャンネル登録、Twitter の方よろしくお願いします。下の説明欄に URL が書いてあるのでポチッと押してあげてください。ではでは、今日もご視聴ありがとうございました。また会いましょう。またね。